はい、こんばんはです。かれこれこの動画もね、ちょっと安定しないですね。足が150回目になってしまいました。まあ付き合いで見てくれてる方々で本当ありがとうございます。まあなんでしょう、若干撮ってる方もなんとなく、まあなんとなく毎回撮んなきゃいけないのかなみたいな感じで撮ってるし、おそらく見てる方の方もですね、毎回なんとなく見てやんなきゃいけないのかなみたいな感じで成り立ってる動画、まあなんだかんだ言って100回ぐらいね見られてるんでね、嬉しい限りであります。まあ150回目だからどうこうってわけじゃないですけど、本当とりあえずいつも見ていただいてありがとうございますという感じで始めたいと思いますが、まあ見た目ではね、まあ、大して点数も上がってないしね、練習やっててもそんなうまくなんねえんだなって思われる方も多いと思うんですけど、僕のやつは特にね。でもね、打ってる本人からするとね、これ動画撮り出してからですね、実はね、まあちょっとね、まあ、うまくなってる、まあ、ちょっと進歩したかなっていうのはね、実は若干とか結構いろいろあってね。で、まあ、動画撮り始める前もずっと、まあ、なんとなく打ってたんで練習もしてたんですけど、これ動画撮ってからはね、やっぱなんだかんだ言って人間ね、やっぱいいとこ見せたいじゃないですか。ですんで、まあなんとかね、うまくなったらいいなと、より強くね念じながら、これ35発動画で打ってる時の35発はね思ってるんですよ。やっぱねこれがいいのかなと思ってね、ですんでね、なんでしょう、信じる者は救われるという言葉ってよく言ったもんだなと思ってね、とにかくね、うまくなりたいと思いながらね、本当に真剣に思いながら打つとね、なんとなくうまくはなれるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ勘違いかもしれませんけど、まあ思わないよりはね、思いながら打った方がいいんじゃないかなと思うんですよね、少なくともね。そうで、ね、今日もまた一周回ってみようと思います。ブルズアイからですね、またなんか最近ちょっとあれじゃないかなと思って、一応競技の説明もちゃんとしてみようかなと。たまにはね、ブルズアイっていうのはね、2分間で5発打つんですけど、まあ、これがターゲットなんですね。で、黒と白とね両方選べるんですよね。黒で打ってもいいですし、白で打ってもいいですと。ただ、まあ、基本的に、一般的にはね、オープンサイト、アイアンサイトですね。オープンサイトっていうのはね、このサイトで、ちょっと出しますね、すみません。フロントサイト、リアサイトに、なんでしょう、ダットサイトとか乗っけないで打つクラスのこと言いますね。光学機器を使わないということになってますか。これで打つとき、オープンサイトで打つ方は、黒丸を使っている人、まあ、青でもいいんですけど、が多いです。というのは、要は狙いやすいんですね。で、白丸っていうのはフリー、それダットサイトとかね、乗っけて打ってる人は、白丸で打つ方が多いと、大きいと、あ、多いという傾向ではあります。まあ、これは、ただ、打ってる方の好みなんで、どちらでもいいんですね。選べますからね。で、2分間で5発打って、これを2回やるんで、合計10発打つわけですね。10発で、この太い黒線の中に全部入ると、100点満点ということになりますね。で、真ん中の X は、点数が同じの人がいた場合ね、その場合、X の差で、順位をつけるというためのものと言ってもいい。ものになってますね、APS カップの場合ね。で、例えばこれ8点と5点のライン上に点数がいっちゃったという場合は、高い方の点数になります。ですので、8点と5点のライン上だったら8点になりますし、
8点と10点のライン上だったら10点になりますということになりますね。まあ、そんな感じでしょうか。で、2分間で5発で、本ちゃんの競技では始まる前にサイティング練習が1回できます。サイティング練習をする場合は、セーフティーね、エビスカップはこれがセーフティーですね。これが今セーフティーオフで、こっちにするとセーフティーオン状態になります。これで引き金引いてもとか、これがね、これ以上上がんなくなるのね、APS3 は。それで自然と打てなくなるということになりますんで、セーフティーをかけたままサイティング練習できますね。で、サイティング練習は、慣れてない方なんかね、とりあえず、上げて、見えるな、みたいな感じでパッてやってから、スタンス探るとかっていうパターンの人も多いんですよね。まあ僕なんかもたまにそうしちゃうんですけど、ちゃんとね、スタンスがっちり決めて、なんとなく決めて、上げたところでまたスタンス調整して、で、サイティングの練習、いろんなチェック項目自分なりにあると思いますんで、で終わったら下ろして、ここで、競技始まるのを待つということになりますね。で、競技、最近はですね、サイティング練習、一度だけサイティング練習をしてください。ってサイティング練習しますと、まあ、終わったら下ろしますね。そうするとジャッジの方がですね、スタンバイ姿勢でお待ちくださいというアナウンスがあります。で、あ、そっか。その前にごめんなさいね。重厚カバーは外しておきます。外しておきますか。重厚カバー外してくださいっていうアナウンスがまずありますので、そこからサイティング練習、セーフティーをかけたままサイティング練習をしてくださいというのでサイティング練習しました。はい、どうしました。さあ、スタンバイ姿勢でお待ちくださいと。でこの時スタンバイ姿勢の時に、セーフティーは解除してコッキングして待ってても構いません。で逆に何にもしたくない場合、競技始まってからセーフティー解除したりね、コッキングしたりしたい方の場合は、私は、スタートしてからコッキングしますでとかって言ってもらえれば、それはそれで OK ですんでね。基本的にはね、コッキングとかしといた方が、まあ、2分間で5発ってね、いつも私時間がないないって言ってますよね。ですんで、しといた方がいいんですけど、本大会とかはね、7人一緒に打つんですよ。そうするとね、コッキングして、まあ、スタンバイ姿勢で待ってると、たまにね、ちょっと球を落としちゃったとかね、トラブルあった人のがあった時もずっと待ってなきゃいけないのね。これコッキングしたまま待ってるってのはすごい気持ち悪くてね、そのぐらいなんで私は開始スタートしてからコッキングするようにしてるんですけど、そこら辺は自由です。まあちょっと簡単でしたけど、今日はとりあえずブルザイざっと説明してみました。いっぺんにやると大変なんで、明日はプレート、次の日シレットみたいにして、こんな感じで競技の説明もしていこうかなとは思っておりますが、適当な人間なんで、もしかすると一日空いたり、またちょっとしばらく経ってからやるかもしれませんけど、今日はブルーザイこんな感じですということですね。じゃあとりあえず、行ってみましょうか。ブルーザイ、じゃあ第1ターン2分間の5発ですね。じゃあ行きます。はい、スタンバイレディー5で、コンプレッソするときもね、銃口は前に向けといてくださいね。重厚前に向けて、これ右肘をね後ろに引くとね、そのままで引けるんですよ。前のホールかかるとね、ちょっと焦るんですよね。
10分経っちゃいましたね、あっという間にね。ね、第2ターゲット終わって、両方終わったら、ジャッジの方からね、セーフティーをかけて15カバーをしてくださいというふうに、アナウンスがありますんで、そうしたらセーフティーをかけて15カバーすると。で、この時もね、ちょっとやっちゃいがちなミスは、さっきコンプレスト前向けててくださいねっていうのも、コンプレストもね、ちょっと横向けちゃいますけど、こうやってね、横に向けた方がね、楽なんですよ。このね、こういうのもね。これペナルティですんで、横には人がいますんで銃口向いちゃいますんでね。ですので必ずこうしといて、これね、こっち右肘の後ろにやると結構楽ですんで、まっすぐ行きますんで。で、同じ要領でこの銃口カバーする時もね、結構ねこうしちゃう人多いのね。ここに今思いっきり後ろ向いてますけど、ですので銃口カバーする時も当然銃口を前に向けといて、でこれで、セーフティーして、銃口カバーしたら待ってると。これで第1ターン終了ということになります。で、第1ターン終了するとジャッジの方が、ブルーズアイ のターゲットの交換に行きますんでね、その時、自分で点数今何点だったか見たい方はね見てもいいですし、ジャッジの方から質問されますんで、ブルーズアイ見ますか見ませんかと、その時見たくなかったら見ないと明確に言っていただければ、OK です。で、終わったら、じゃあ、球団して、で、またジャッジの方から、では銃口カバーを外してくださいと言われます。これ、銃口カバーを外してくださいって言われる前に外しちゃうと、1回目注意ね、2回やるとペナルティってことになりますんで、ただこれ、ブルーズアイ、1つ競技、1種目に、次の競技に持ち越さないんで、次またやっちゃっても2回目にはなりませんので、そこら辺も安心してくださいというか、まあ、なるべくね、そういうのはないように。じゃないとね、やっぱ注意されるだけでもね、もう動揺しちゃうんですよね。ですので、なるべく気をつけてください。で、15カバー外してくださいと言われて外したら、スタンバイ姿勢でお待ちくださいと言われます。第2ターゲットの時は、サイティング練習はできませんので、ブルーズアイは。ですので、このまま待ってて、まあ、コッキングする方は待ってると。で、そしたら競技を始めますという。で、また同じように競技始まりますんで、そんな感じですね。では第2ターゲットいきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。第1ターゲット何点だったんですかね、もうね。よいしょ。揺れちゃったなぁ、張ってるだろう、あれは。喋るときついですね。当然試合中こういう声出したらダメですよ。もったいねー、最後の一発。さあ、おっと電池が本当やばいな、持つかな。時間ですよ。はい、ということで競技終了になります。で、第2ターゲット終了したら、また同じようにセーフティーをかけて銃口カバーを、セーフティーをかけて銃口カバーをしてくださいと言われますんで、同じようにセーフティーかけて銃口カバーをしてください。で、今度ね、第2ターゲット、試合の時ですけどね、公式とかの時は、本大会もそうですね、採点場がありますんで、
ゃあ採点場の方で点数の確認をしてくださいと言われますんで、10とでおそらく BB 弾、この2つ忘れないように、しててください。よくね BB 弾忘れちゃう人とかたまにいらっしゃるんでね。で採点場で、採点係の方と、が採点してくれますんで、ね、これ点数間違いないですかって確認、取られますんで、あ、間違いないですという感じで競技が終わります。でね、採点場でちょっと一つ注意してもらいたいのがね、採点場にね、見に行っちゃう人いるんですよね。他の自分の点数でもないのに友達の点数とかね、これはね、あのベテランの人はもうやっちゃうんですけど、あのこれから始める人はねやめてくださいね。採点場っていうのはそもそもね第三者が入る余地はないんで、そういうのはねちょっと見苦しい行為なんでね、なるべくしないようにしていただけたらなと思います。そんな感じですね。ブルザイね、なんか分かんないこととかなんか気になることあったらコメント欄で質問でもしてください。ではおっと点数点数の方はこんな感じで94点でしたね。もうちょっと頑張りましょうでしたね。94の 4X ですか。2456、そうですね。では続いてプレートに行きたいと思います。いやーブルザイちょっとしゃべるの疲れましたね。プレートに行きたいと思います。大丈夫かな。よし、まあ、プレートの説明もまたそのうちしようかなと思います。まあブルザイのに関してもね、またちょこちょこたまにはいう感じで説明していこうかなと思いますんで、よかったら見てやってください。しましょうか。
まい。丁寧に弾くってことを忘れる。さあ、ということでね、まあでも52点ですね。上段のね、最初の3、4枚はね、結構良かったんですけどね、最後ちょっとまた出ましたね、得意の何でしょう、おごりみたいなものが。まあで、最後シルエットに行きたいと思います。はい、ではシルエットですね。ね、ここまでね、8点の6点、14点マイナスできてますね。ドアシルエットを満車すれば186点ということになりますね。さあ、どうでしょうか。伸びに行きましょう。はい、シルエットも2分間で5発ですね。じゃあ行きましょう。スタンディング競技からになります。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。8メートルから狙いました。続いて9メートルですね。下にちょっとないわ、ちょっと悔やまれるんですね。もう一度9メートル狙います。さて10メートルになりますね。今度はちゃうな。30秒前にちょっと打ちたかったっすね。うん、負けてた。よいしょ。はい、シルエットも終わったらセーフティーかけて15カードですね。時間ですよ。はい、で、この頃ね、プレートを打つとき、ここに這わせてるって、で、上げて打ってるって言ってるじゃないですか。プレートで打つようにね、いつもね、ブルザインときもシルエットのときもね、同じようにしといた方が、練習になっていいと思うんですね。シルエットのときもね、同じように上げて、下ろしてからっていうのをちょっとね、プレートのときの、練習になればなっていう感じで、もう、そんなことをやったりしております。ではプロに行きましょう。はい、ではプロの競技に行きましょうか。プロもね、2分間で5発ですからね。さあ頑張りましょう。では重厚カバーを外します。でスタンバイ姿勢で待ちます。はい、じゃあ行きます。スタンバイ、レディー、ゴー。よっ、アマチュアした。よいしょ。さて、8メートルから狙っていきます。で、こう、これも、プレートの時と同じように、下に下げてから持ってくると。上か、右か。どっ
ちだ。もう一度8メートル。典型的なパターンだよな。上だと思っちゃったから、下を狙ったら下に行くという。いやー、やられてますね今日は。よいしょ、今度左だったな。このね、ラインサイトにライン引いてるんですけどね、ラインの罠ってのがやっぱあってね。30秒前です。よいしょ、さすがに10メートル、これ時間やべえんじゃないかな。あと20秒ぐらいか、ちょうどいいか。よいしょ、おー、当たりました。ではセーフティーかけてください。そして重厚カバーをしましょう。いやー、そうですか。ということで今日のところはシルエットは15、15で30でしたね。いい、15の30。ということで合計は176かな。8点、18点の6点、そうですね、176の 4X。 まあまあまあでしょう。まあそんな感じでね、またいよいよね、23日富士見公式練習会ですか。10オーバーになっちゃったらしいですけどね、参加なさる方はね、ぜひね頑張っていただきたいなと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。